ウィエンサ軍は、タイ南部、スラートターニーイー県の軍である。ウィエンサとは、池の城壁都市を意味する。ウィエンサは、シュリービジャヤ王国の後にできた、ナコンシータンマラート王国の属国であった国である。この町は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、行われた、チャクリー改革により、クローンターン軍となった。しかし、この後すぐ1896年、 ウィエンサはタムボンに降格されラムプーン軍に編入された。1968年3月10日、タムボンウィエンサとタムボントゥンルワンがバーンナーサーン軍から分離し、ブン軍となった。その後、1971年11月17日、軍に昇格した。ターピー側が軍の西の境界線を形成している。軍内の主な水源は、 ターピー川やナムタオ川ターン川チャムワン川などである。軍の西側には、ターピー川の形成した平地が広がるが、軍の東部は、ナコーンシータンマラーと山脈の一部である、丘陵地帯が広がる。軍の北西部は、タイロムイエン国立公園として保護されている。交通は、タイ国有鉄道が、南北に通っている。また、国道41号線が、 南北に通っており、北に、プンピン方面、南にトゥンソン方面とつながっている。また、北から西に4009号線が伸びており、北に、スラートターニー方面と、西に4035号線や4037号線と、つながっており、プライプラヤー方面や、チャイブリー方面とつながっている。軍内の、主な産業は、農業で、米、パラゴムの木、 果物類などが生産されている。軍は5のタムボンに分かれ、さらにその階に64の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また軍内には3つのタムボン行政隊がある。ありがとうございます。